やあ、刹那圭介だよ。前回のパートからため取り。パズル的な要素がありそうだな。これ転移するんじゃないかな。これいろいろ転移していくパターンってわけじゃないやな。道できるんじゃ、なんか知らんけど。で、ここ研究室。うわ、なんか扉ある。明らかな扉ある。そして人の気配で見えとるぞ。お前ボケ、あ、こいてきてない。逃げろ。なんか逃げた方がいいと思ったけど、あれ動け、入れんかった今。調べとこ。なになに、あの野郎無視すればいいんか。あーだ、青い液体なんか知らんけど手に入った。何に使うか知らんけど全然わからんわ。なん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 、ここ入らせてくれへん。剥がせるじゃん。剥がせ、入る。無視、あいつ。誰かの日記。なにこれ、なんこれ、ゲームのシステムなんか。ここにおった人か、書きし、ここで死んだ人か書き記したか、どっちなんこれ。交わした約束を破ったから、もうすぐ完成するとこで実験をやめようって言うから、私と彼との思い出の部屋を、宝、じゃあ宝石樹、宝石樹、宝石樹の宝石でいっぱいにして、その宝石で結婚指輪を作ろうって言ったのに、宝石樹の研究を、彼が、研究で宝石樹の研究、なんそれ。でもロマンチストやな。なんか好きな相手に指輪を作ってあげるために研究しようとか、ロマンチストやな。この骨ってこの日記に出てくる彼と日記の主のものなのか。めっちゃ凝っとるやん。このゲームのストーリーめっちゃ凝っとるやん。殺されたのかな。でー、なんかやばいの来た。今の透明人間のやつかな。あなたたちも邪魔するの？邪魔しませんから。邪魔しませんから。はいはい、協力します。だったら、種を渡すわ。何それ？くれ。じゃあ、くれ。くれや。素直にくれたわ。宝石樹の種。何それ？必ず成功させてね。なんのこっちゃ。なんのこっちゃ。消えた。さっきの女って幽霊？多分ゲームの中のそういったキャラだと思います。あの幽霊の選択肢を間違えてたら、多分ただじゃ済まなかった。よっしゃ、まあ、とりあえずそうする、そういうことでよかったんやな。じゃあゲームを進めるために、あの幽霊のお姉ちゃんの言う実験を清掃させないとダメだね。ああ。ほとんどデビゲー、すごいな。あいつらの思考には気に食わんけど、このゲームの出来はすごいわ。骸骨。また日記落ちていた。え？宝石樹の育て方、完成版。これか。これを見て、やってくれってことか。1。鉢植えに水を入れる。2。発芽をす、なんて読む？わからん。すために赤い石で表面をこすり、鉢植えの水に浸す。3、赤い液を鉢植えの水に加え薄める。4、成長を待つのみ。以上。覚えれるかボケ。覚えれんわ。要するに鉢植えとか水とか赤い石、赤い液体、この4つがいるんじゃ。あ、何持っとうかな今。アイテム、これが種。これを発芽させるんだろ。青じゃん。赤い液体ちゃう。赤い液体だったっけな。よな、赤い液体よな。うん、液、青やん。青なのに、え、何これ。青液を反応させて赤い液に。あ、じゃあこれ赤い液になるんだな。どうかしたら水を与える。赤い液を作るには特殊なガスが必要。ガス、どっかあったぞガス。割れた瓶、鉢植え欲しいな。てかセーブしたいな。もっと失敗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 、なんだよお前、無駄無駄無駄みたいなこと言うな。うーん、捨
タンド使いなん。んー、とりあえずセーブしな。ミスったらえらいことだろうな。はよ上上がろう。するあいつする。あーっと、出待ちとかなし、出待ちとかなし、出待ちとかなし。セーブ。さてどうするか。ってことはこれからどんどん違う部屋の、待てよ、水抜いたけど、いける、水抜いたよ俺。鍵開いてない、鍵開いてない。水抜いたけど一応溜まっときにいけるわ、いけるんだよ。え、これ組むときはもう鉢植え持ってきたらもう組めるようになるんかな、わからんな。とりあえず、とりあえず別の部屋、なんか鍵かかっとうけん、もう一回こういう行動しなあかんのかな。これでよか、これでいいんかわからんけどさ。開いてない。確か俺はこうやった気がする。違うん、で逆か、下から入って上にうんうんうんってやったかな。3回入ったような、ほらこれだ。なんだったかな、しっかりレシピ忘れたけど、ガスを、ほら青い液でガスをやって、これが赤になるんじゃなかったっけ。時間かかるね。よっしゃー、重要物が一つ手に入った。これでいいんじゃ、これで。よっしゃ、水が溜まっとる。これ使えばいいんかな、もしかして。あ、あれ、トラップなんですか。あー、ダメじゃ、止まったらあかんやつって言おった。が、ガスが部屋に HP が削られてるよ。ダクトが止まったせいだ、早くこの部屋から出ないと。どうやって、まず出れるん、これどうにかして出れるん。あ、そうじゃそうじゃ、しょうがない。これサトシ君、ガスが外に漏れないように一時的にもガスが抜けるようにしておこう。マジか、これどうにかせんかったらあかんのかな。いやー、そんなんなし、こいつ倒せってか。そんなんなし、そんなんなし、そんなんなし。出れんの、出れない。お前そんなんないよ、そんなんないよ。お前なんなんだ、どけや、お前どうしてくれるん。腐った種って何。あー、何それ何それ、そんなんなし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 だろ。なんか種を入れるってあったけど、何今の。これでセットしようとしたら、セットしたらあれないよな、ガチャーンって出てくるんだろ。で、こいつを倒さなあかん。倒したらなんか種が出てきて、それをなんか右のところにあるやつに入れるんじゃ、なんか知らんけど。よいしょ、入れろ。なんか知らんけどさ。なんなーん、なんなーん、なんなん、今のこれ何、何が起きたん。苦しくなくなった。この変な木のおかげで部屋のガスが外に流れたんだな。とりあえず HP が減る危険はなくなったか、なくなったか、よかった。あー、よかったー。危ない危ない、敵のこと忘れてた。セーブ。あー、怖いわ怖いわ。よかった、赤い液体取ったままになった。よかったよかった。さて他のアイテムやね。ここじゃないよな。鉄子の部屋なんかあったかな。やばい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 よー、やばいやばいやばい。ナマステ。どうする、どうする。とりあえずここや。ちゃうわ、下から上に入らなあかんのじゃ。ほいや、お前ら。
来いや、相手してやれば、こら、しないわ。してられるか。よいしょ、こうやって、ここに入る。オッケー。なんかあるんちゃうかな、ここに。何かしらアイテムあると思うんやけどな。あ、日記ある。私は、彼との約束を守るために、実験を続けている。静かに、そして実験に集中するために、倉庫内薬品なんちゃらに部屋を作った。それがさっきのやつやな。実験？何の実験だ？見たやん、おっさん、見たやん、見たやろな。これ本の間に取るよ。ちぎった紙が何て書かれてる。何か書かれてる。この研究室には実験に失敗した異形のモンスターがはびこっている。仕掛けも複雑だ。この面死なずに俺はクリアできるのだろうか。プレイヤー目線だよ、これ。他のプレイヤー？これ、別のプレイヤーが書いていたものなのかな？置き手紙とかすごいぞ。それより、なんか、重要アイテムはないかな？ないかな？実験用のティッシュって何？ティッシュで何を実験しよったんだ？近くには行ったけん、もういいと思うんやけど、行ってみようかな、もう一回。なんかないの？なんかないの？なんかないの？こいつ潰したらなんか出てきたりする？出ない。一応もう一回下行ってみよう。もう一回な。これはこっちにゴーストがおった。こっちはもういいかー。また戦えって言うの？また戦えって言うの？もういいじゃん。どっからこれ？赤い液体からか。どうすっかなこれ。邪魔やってお前ら。どうしようかな。とりあえず、このルートから入る。この階段ルートを先に見ていこう。で、こっちになんかあったかな。もう一回調べてみんからには、いや結構調べたけどね、もう一回調べておこうじゃない。なんかない？あ、これは終わった。ミズと鉢植えがいるんよな。ミズと鉢植えと赤い石もいるんだ。赤い石もどれこにあるんやって。待って、赤い石もよ。まだ確かあれじゃなかったかな。なんか水がめっちゃ溜まっとったところに赤い石あったような気がするんやけど、それ違うんかな。あー、入ってもた。もういいって、もう近い、いいって。あれなんか赤かった部分あったけど、もしかしてあれ赤い石とかそういう類かな。見てこよ、気になるけん見てこよ。あー、だから出待ちなしっちゅうんやろうが。あ、これもしかして下から上に入ったらもうそれで解除になっとんかな、鍵。あ、そういうことだか。これの赤いのが赤い石なような気がするんよな。右上のやつね。違うんかなこれ。ただのボタンこれ。違うんか。違ったわ。鉄くんの部屋がまだ入ってなかったな。よいしょ。あ、ここに種入れれる。鉢植えいらんのじゃ。もうここを鉢植え代わりにすればよかったんじゃ。え？じゃあ赤い石ってこれのことか。じゃあやろうやろう。いい液体液体。あ、いらんかったんじゃ。もう全部揃っとったんじゃ、必要なもん。とりあえず、発芽させる手順は踏んだな。芽、出るかな。え？危ない。二人とも離れろ。これもしかしてボスちゃうんかな。これボスちゃうんかな。植物兵器じゃないんかな。なんか出てきた。なんか出てきた。なんこれ、めっちゃ光ってる、綺麗。うわ、本当に宝石出てきおった。あ、さっきの人。え、ついに宝石樹が育ったのね。やっとやっとね、叶ったわ。カエトの約束、カエトの約束があなたたちのおかげで。はい、そうですよ。
なあ、お前の言う通りにしてやったけんさ、なんかお礼くれんかな。命、寿命を50年分ぐらいくれんかな。このイベントの進み方は正解だよな。よかったね、お姉ちゃん。宝石が育って。なんだ？お礼にここに育った宝石を一つあなたたちにあげる。好きなのを持って行っていいわ。何それ？よかった。消えてくれた。成仏したってことになったのか。よし、じゃあ宝石をもらって先に進みましょう。ああ、うん。一つって何？これ、大きさはばらつきあるけどさ。何これ？宝石の大きさでなんか決まりそうな気がするんやけど。俺欲張りやけんさ。欲張りやけんさ、大きいもらっていくわ、大きいやつ。一番大きいどれかな？あ、一番上にあるやつがでかそうに見えるけん、これもらっていくわ。黒い愛情の宝石やって、これか。やったぜ。これを、あの上のとこにやればいいんだよ。よっしゃ、セーブ。よし、じゃあ、というわけで今回はこの辺にしておきます。では、ご視聴ありがとうございました。週明け。あれ？ちょっと待って。ねえ、待てよ。こんなに光り輝いとんのに黒い愛情なんこれ。黒いん？何それ。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ、早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、早速検知を取る。